楽しいな。やべえ、もうこの空間にいるだけで楽しいわ。もうえっ、つうか俺ら入るにギリだったんじゃねえの。手作りアイス食う。すげえな、何百台来るんだべな。すると安っぽく聞こえるかもしれないけど、スーパーとかで真空パックで牛肉とか売ってんじゃん、うん、あれが散りばめられてるような感じ。コメント微妙です。コメントが微妙なんだけど、でも何うまいよ。うん、うま、味濃い。あ、言ってる意味わかる。わかるでしょ、うん。本日は今から南部町にあります MSP へ向かっております。 MSP でいいんだよね。 MSP だっけか。誰だったっけ。、うん、モーターランド SP だかっていうとこじゃなかったっけ。モーターランド MSP。 え、モーターランド SP。 モーターランド SP、うん、あ、は MSP でいいんだね。うん、多分。はい、X。 はい、今日はこれからモーターランド SP へ向かっております。コロナ禍でしばらくバイクイベントがなかったんですけども、今年は久々にイベント再開しまして、まあ大きい何かがあるわけじゃないんですけども、バイクが集まるってことでとりあえず行ってみたいと思います。はい、そしていつもの相方高原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この前に何台 ?5 台ぐらい、うん、バイク連なってるけど、この SR の前の集団はまあ多分そうでしょう。うん、多分そうだと思う。 SR も多分そうなんじゃねえかなと思うけど、多分ね、うん、いや今更ながら SR いいよな。いいなぁ。いや欲しい、欲しいけど、うん、高い高い。変にピロミアついてるから高い。80万90万当たり前、ちょっと調子出れば100万超えなんてさら、うん。あれ喋ったっけか、その俺が YouTube 始めたきっかけがその南部町のそのサーキットだって。いや、それは初耳だったような気がする。前からやりたいと思ってだったっていうのが気だったけど、うん、前からやりたいなと思ってだったし、その何ホワイトベースとかの動画見で、うん、ああこういうのをやってればやりてえなって思ってだったんだけど、その時にほらあのまだ全然機材も用意してねえし、やりてえなと思ってるだけでやろうとは思ってなかった時に、うん、あの二宮さんが来てたじゃん、うんうん、であの公園の中でさ、うん、俺でもできるんだからみんなもやってみたらみたいな、ちょっと葉っぱかけるようなことを喋ってらったっけ、うん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 、でそれでああやってみてかったと思ってる時にそう言われたから、じゃあやってみるかなと思って始めたのがきっかけだからね。うーん、踏みつけでよしやろうと思ったのが、やってみたいから、うん、やってみように思ったのがあの場所だからね。なるほどね、うん、だからなんていうの、うちのチャンネルの出発点みたいなところはある。いやいや、この人止めるのか入れるのかはっきりしてくれよ。はい、はい、どうやってつけたこれ。
シールか。内見横幅すげえ。でもかっこいいな。うん、いいな。それがさっき言ってたジャニーのバイク。うん。めっちゃかさぶしてて。うん。服もそうだけど、ヘルメットもジャニーだ。楽しいな。やべえ、もうこの空間にいるだけで楽しいわ。もう、うわすげえ、こっちもすげえ。つうか俺ら入るにギリだったんじゃねえの。こんなとこでいろんなことが起こる。楽しい。手作りアイス食う。あ、いいですか。とリンゴのソルベと、リンゴのソルベとイチゴのソルベ、1個ずつ。リンゴとイチゴで、お二つで800円になります。はい、ワンスプーンサービスで違うお味のアイスを一口お付けしておりました。うん、あ、そうなの。リンゴのアイスには一口何の味がよろしいですか。何がいい？一口。はい。他のつけるって。うん。じゃあ、イチゴ。イチゴ。はい。ブルーベリー。はい、どうも。いちごのソルベ。こっちがリンゴのソルベ。これがブルーベリーの。甘。ブルーベリー甘。あ、いちごうま。いちごさっぱりしてる。すげえな、何百台来るんだべな。
先着20名です。プリゾーコ20名です。あ、はい、先導車ですんで、はい、OK、はい、あれなんかローリングしてる、ローリング、タイヤ温めてる。 OK です、お願いします。はい、どうぞ。はい、これで全部かな。すごいね、ゴージャスだね。はい、じゃあ今ピッチャーロードに戻ってきます。ピッチャーロードに戻ってからスタートとなります。で攻めるが、あ、いた、あ、いた、あ、やった、カウル行っちゃったかな。 R25 が R3 かな、これは。でもカウル行ってらべな、行ってらっぽいな。ガビットビーフォン、あ、かぶった。あ、じゃあ俺違う。いや、いいよいいよ、なんでも。トロトロフォルマッチ、フォルマッチ。はい、それがチーズカレーになります。はい、こっちはリビングになります。はい、ありがとうございます。また今年も行きます。ありがとうございます。あ、あそこさん、うん、うん、姉沼さん氷張ったらまだあってらっとして。キッズダンス見に行く？いや、いや、チャラッと見てくるから。せっかく始まったから。展示されてるバイクでさ、すんげえ超論水のなんかロケット3じゃねえけども、なんだってあれ。なんか北斗の拳に出てきそうな。すーげー。え、 V 型8気筒 V8 すーげー。これ普通に5人乗りとかできそうな感じだじゃん。長く。大したことねえと思ったけど、普通にうめえ。Yeah.
チーズカレー購入してきました。こちらはガーリックビーフですね。あの屋台の方なんですけども、冬に姉沼でワカサギ釣りをした時に出していた店らしいですね。声をかけたらそうだって言ってました。はい、チーズカレー、わ、すごいカレーの匂い、カレーの香りがいいです。はい、こっちはガーリック&ビーフ、わ、そっちうまそう。はい、シェアして食べます。はい、チーズカレー、うん、うまっ、あ、濃厚。こっちはどうですか。そうだね、ビーフが効いてる、牛肉の味が濃い、うん、まあ、こういう言い方すると安っぽく聞こえるかもしれないけど、スーパーとかで真空パックで、うん、あの焼肉用のあの味付けの、うん、あの牛肉とか売ってんじゃん、うん、あれがちりばめられてるような感じ、うん、いや微妙だ微妙な言い方だけど、うん、コメント微妙です、コメントが微妙なんだけどでも何、うまいよ、超うまいよ、うん、あ、うん、うま、味濃い、あ、言ってる意味わかる分かるでしょ、うん、うまい。